1月2日と3日に瀬戸大橋記念館でお正月お楽しみ抽選会が開かれました。記念館を訪れたお客さんには受付で抽選券が配られ、展示の最後にくじを引くことができます。景品は1日300本が準備されました。抽選券を手にした来館者はまず館内の表示をゆっくり見て回り、瀬戸大橋について学んでいました。はい、おめでとうございます。展示を見て回った後は抽選会場でくじ引きです。準備されていたのは記念館オリジナルグッズや地元の名産品、鉢植えなどの豪華景品です。来館者がくじを引くたびに会場にはおめでとうのにぎやかな声が響いていました。どれか選んでください。よく似てるけどね。くじ引きを終えた来館者に新年の抱負を伺いました。これでいけ、持てるか。おめでとうございます。私の抱負、自分の今年の抱負ですか。まあ彼女を作ることですかね。みんながスポーツが楽しめる日本にしたいです。今年は、勉強をとりあえず頑張りたいと思います。去年はちょっとサボっちゃってあんまりできてなかったので、頑張って、勉強できるようになりたいと思います。喋ってください。今年の目標はみゆちゃんといっぱい遊びたいです。いいですか。はい。結構幸先いいスタートですね。そうですね、もうとりあえずもう子供たちが元気に育ってくれれば一番かなと思います。そんな1年であってほしいです。瀬戸大橋記念館には2日間で1771人の来館者があり、抽選会もお昼には終了するほどのにぎわいとなっていました。